台風7号が近畿地方を縦断していきました。お盆休みの期間だったので、予定していた旅行を中止して自宅で過ごした人も多かったのではないでしょうか。自宅で過ごす定番として挙げられるのが動画視聴です。しかし、スマホでは画面が小さいので、 なんだか物足りなく感じ始めている人も多いようです。そこで出番となるのがタブレットです。いくらスマホの画面が大きくなりつつあるとはいえタブレットと比較すると画面の大きさはやはり小さく感じてしまいます。でもお高いんでしょう 確かにタブレットと一言で表現しても画面の大きさや性能によって価格はピンからキリまであります。大画面で高性能なタブレットならパソコンのように使用することだってできます。ただね、多くの人は備えなことまで望んでるわけやないんですよ。 特定のことにおいて、スマホの小さな画面では不便に感じてるはずなんです。ですから、その特定の分野を快適にするタブレットを選択すれば、コストを大きく下げることができるんですよ。特に、動画を視聴したい。電子書籍を読みたい。 というのであればそこまでで高性能ななタブレットである必要はないんですそんな欲求を満たしてくれるのが Amazon のタブレットファイヤータブレットなんですよデジタルグッズを活用して日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。 そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回はファイアタブレットについてお話ししましょう。ネット通販の大手、Amazon を利用してる人は多いですよね。その Amazon は独自のタブレット とも販売していますそれがファイアタブレットです。ファイアタブレットは種類が多く画面サイズで分けると7型から11型のものまであります。画面サイズが大きくなるほど画面解像度が上がって搭載されている CPU や ストレージ容量などのスペックも向上します。そうなれば当然価格も高くなってしまうんですけれども動画視聴や電子書籍を読むといった使い方を限定するのであればそこまでグレードの高いファイアタブレットを選択する必要なんてないんです。 動画を大迫力で見たいというのであれば、大画面のファイヤータブレットを選択した方がいいでしょう。だからといって、3万5千円ほどするファイヤータブレットの最大サイズになる11型を選ぶ必要はありません。2万円弱で購入できる10.1型でも、 スマホよりは迫力のある動画を楽しめます。また、電子書籍をスマホよりも快適に読みたいというのであれば、コミック本や新書本のサイズとほぼ同じ7型のファイヤータブレットでもいいでしょう。7型のファイヤータブレットなら、 重量も282グラムと軽量ですし、8980円という安い価格で購入できます。だがみんな十0 1型持ってんの大変やわ。7型やと文字が読みにくそうでござる。そう感じるのなら、その7型と10 1> 1型の間にある8型のファイヤータブレットなんてどうですか ?8 型のファイヤータブレットでも重量は 337g ですから大きさ的にも重量的にも持ち運ぶのに苦労なんてしません。もちろんファイヤータブレットは動画視聴や 電子書籍を読むこと以外にも使えます。独自のウェブブラウザー、シルクが搭載されていますので、好きなウェブサイトを巡回することができます。また、インスタグラムやフェイスブック、k TikTok などの SNS アプリだって利用できます。さらに、ワードやエクセル、 パワーポイントを利用するための Office 365などビジネス系のアプリだって Fire タブレットで使用可能なんですよ。いろいろなアプリが使える。そうなると気になるのは Fire タブレットにデータを保存できるストレージ容量でしょうね。 7型は 16GB。8型と10.1型は 32GB か 64GB。11型は 64GB か 128GB のストレージ容量を選択して購入することになります。ただ、 このデータを保存できる容量は、マイクロ SD カードを使用することで、後から増やすことができます。マイクロ SD カードをファイアタブレットに挿入して、内部ストレージとして使用する設定にすれば、通常なら外部ストレージに保存できないアプリなどを、 マイクロ SD へ保存でできるるよようになるんですよしかも対応しているマイクロ SD カードの最大容量は 1TB あるんですよ。これだけの容量があれば Fire タブレット本体のストレージ容量不足に悩まされることなんてないですよね。 なんかいいことばっかり言っててうさんくさいわー。わかります。確かにいい部分だけを取り上げました。もちろん、ァイヤータブレットには欠点があります。ファイヤータブレットは Android をベースにカスタマイズされていますので、使用できるアプリは Android のアプリになります。ですが、 アプリをインストールするために使用するアプリストアは Google Play じゃないんですよ。Amazon アプリストアからアプリをインストールすることになります。ですから Google Play で提供されているアプリであったとしても Amazon アプリストアで提供されていなければ 使用できないということになります。要するに、ファイアタブレットは Android のタブレットよりも使えるアプリが少ないということなんです。ですから、日常使用しているアプリが Amazon アプリストアで提供されているかどうか、Fire タブレットを購入する前には、 必ず確認しておくようにしましょう。デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube でも発信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。